くん、駅前に新しくできた作戦、もう行った？チャオ、のっちん TV です。さあ、ということで今日は先ほど動画を上げたんですけども、こちらピックアッププリティダービーガチャ名称ドトーちゃんをちょっとねお迎えしようかと思います。で、今回ですね、一応ね10万ジュエルあるんで、10万じゃねえや、100,000,000、あ、10万だわ。1万ジュエルと10万ジュエルの見分けもつかなくなっちまったか。10万ジュエルあるんで行きますわ。今回ですね、まあ、人権なんですよね。まあ、とりあえずね、このね、白スキル、まず非根幹中距離コーナーがあります。そして金スキル、スピードスター、そして金回復スキルあります。これもね、強えわ。なんならこれ、そうだな、長距離とかのチャンメ来た時もさ、あるんじゃねえかな。ということで、ね、やっていきたいと思います。で、固有がやばいです。一応これが加速もありますんで、そこだけね押さえていってください。いやー、勝負の時が来た。これはね、10万ジュエルを使ってでもね引きます。で、一応ね、今回一応話したいことがあるんですけども、明日ですね、パカチューブがあります。パカチューブがあるんで、まあ、それで、そのパカチューブの発表を見てからっていう風に考えてる人もいると思います。もう最速で引こうという風に考えてない人は、明日のそういうのを見たり、まあ、発表がね、明日はパカチューブのゲーム情報あるかもしれないので、そこ見てからでもいいかもしれません。あとはね、まあ、ハーフアニバーサリーとかもあったりするし、まあ、あとは馬バッグ交換とかもあるんでね、いろいろ考えて、まあ、それも動画出します。交換どれにすべきみたいなのもあるんで。ということで、行きましょう！レッツゴー！さあ、当てろ。早く当たってもさ、今回はさ、回し続けるぜ。星5にする。今この動画でいくかは分からんが、さあ行きましょうとか言ってたら弱いけど弱いけどおさあ始まりました、馬娘ガチャ出走です。ナイスネイチャー、そして2番目2枠ナイスネイチャー、キングヘイロー、ウィニングチケット、ウォーク、待ちかね服着てる、よいしょ、やるコンドルパサー、うわっ、なんだすげえ金じゃん、次も金だぞ、昇格を、やるコンドルパサー、エアグループ、星2がすげえ、よしよしよし、行きましょう、ちょっとテンション上げたらさ、来る説ないかな、行きましょう、20連目。どこ、おお早い、来てくれ、ピックアップ来てくれ、もう1枚と言わず今回マジでエクリプス豪華扉プラスエクリプス、まあ、確定演出が2個あろうが1枚しかない可能性はあるけども、さあ来ました、さあ服あるかな、服なる間にここに目を入れたいですね。行きましょう、最後かな、昇格かな、今回昇格演出見ることができます。服着だれ、さあ服来るか来るか、決めるのか、さあお願いします。ナイス姉ちゃん、ナイス姉ちゃん、これはライスさあ、私の推しキャラクターが、推し馬娘が来ました、ありがとうございます。確実に星5になっております、ダブリです、ありがとうございます。最先にね、推しキャラクターが来た、うわー、すり抜けたわ、一応すり抜けたガチャが、あー豪華扉あったんだけどな、もう1枚ないかな、エクリプスと豪華扉、あー、まずはすり抜けていくと、まあでもアイスちゃんが来たんでありがとうございます。まあまあ、まだ20連だしね。全然よ。全然余裕っすよ。余裕っすよ。馬娘のガチャはさ、100連してもさ、20出ない時あるから。なんか前回とかやばかった気すんだよな。で、最後にまくったよね。さあ、キラキラしている？さあ、どうなる？いや、今回さ、まあ、育成の動画もあげるんだけどさ、ガチャ動画もまあ、挟むことになったね、これで。今、ガチャ動画がアップロードされてると思うんで。いやー、今回どうすか皆さん、ガチャどうすんの、まあ明日見てからでもいいし、交換という手もあったり、まあいろいろあるんですけど、まあそこら辺動画出すと思うんですけど、皆さんどうする、あ、どうする、どうします、どうするの
じゃどうするとこどうしようか。いやちょっとコメントしてほしい、コメントしてほしいです、高評価もしてほしいです、チャンネル登録もしてほしいです。どうすんの。まあ実際ね、まあその性能を見て引きたい人はまあ育成してみてね、まあ固有が実際その追い抜くと条件がねどうなるかっていうとこあるんで、まあそういうとこも見てからでもいいと思うんで、本当にまあ一回ね育成とか様子見してもいいと思うんですけど、どうすんのみんな。いや強いぞ一応マイ評判の時点で。でマイ評判ってさ、なんかさ全然関係ないんだけどさ、栄冠ナインっていうゲームでさ、マイ評判強豪高校のさ、マイ評判 A とか B とかあんだけどさ、まず今回名将ドトちゃんはマイ評判 A だからね、レオハイとかまあその中距離でねマジでやばいかもよ。まあちょっとそのね他の条件、順位の条件と追い抜くとの話になってくるんだけどね。で運用する客室どうするかとかになってくるんですけども、まあ固有がもしね出せるんだったらね、最強ではあるんで固有がね。いやさらに金回復もあんだぜ、やばくねえか。あ40連が終わってねえか。さあ50連、早えな。いや早くもねえか、早くもねえか。え待って、今日ガチャ動画俺何本あげんの。あでも明日にする。え意外と結構深いとこまで来たよ。60、70連か。なんだミルフィーユ、ガキンミルフィーユ、星1、星2、星1、星2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 、なんだよ星2のミルフィーユじゃねえか。待って待って、もう半分きた。あれ引けてないな、結局引けてないな。ちょっと待って、理事長来てくれ。理事長はさすり抜けないっていうオカルトがある、全く関係ないんだけどね、全く関係ないと思うけど俺の中の勝手なオカルト。うやしょー。さあどうだ、さあどうだ。あこれそうだよね、戦闘の景色。いやでも今回は違うんだよな。2枚抜きか。あ確率3枚、虹3枚。待って待って待って、もう1個あるから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 。ありがとうございます、サイレンスとか。いや待って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 、落ち着け落ち着け、服着てくれ、服着てくれ、服着てくれ、頼む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 。さあ行くぜ、どこだ、頼む、ここか、ん次か、あ行くぜ、レッツゴー。まだか、次か、お願いします。いや見た見た見た、さっき見たこの景色、なんでだ。すり抜けじゃねえかよ。さっき見たよこの景色は。くっそ、虹の引きはいいのに、マジか。あうわすり抜けてしまったか。いやでも60連で、いやいいぞ、まだあるまだあるまだある、70、頼む。いやマジか、ちょっと見たことある景色だったんだよ。デジャブって知ってる。さあどうだ、バキンバキン、ビロリーあるじゃねえか。頼むぞ頼むぞ頼むぞ、いいぞ、二次率いい、二次率はいい、さあ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 、二次率はいいんだ。服着たるがめっちゃ着ている、頼む、うん、さあどうだ、うわ、なんか星にもめっちゃ来てる。さあお願いします、いやマジでお願いします、頼む。ドド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 ド
楽しんでいきましょう。マジか。え、めっちゃ、いや目がいいよね。救いはあったわ、救いはあった、ありがとう。よし、いやなんか100連でくれば一応勝ち申したよね。ここで来てくれてありがとうございます。いやしかもなんか衣装もいいよな。70連目ここで引くことができました。ちょっと100連いっちゃうわ、100連いっちゃう。よし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 、レッツゴー。さあどうだ、おかわりもいいぞ。なんなら星5にするぜ俺は今回。そんでみんなに性能を見せて、見せる。実際強いのかっていうところはね、あるから。さあ。よいしょ。いやーでもそうだな。いやーよかった。全部すり抜けたらね、怖かったかな。80。さあ頼む。もう1枚来てもいいのよ。こんな甘くねえから。こんな再現は甘くないかな。キラキラしている。いやーなんかもう救わ、1枚当たったらなんかすげえ救われた感がすげえ。救いはあったぜ、みんなありがとう、ありがとう。うっ、どいつもこいつもバカにすんな、私は走るし勝ってみせる。うえー、てか虹めっちゃ出てたのね。うん、いいねこれね。え、この店いいんじゃない、この店のガチャ設定いいよ、いい店だね、ありがとうございます。え、めっちゃいい、えスーパークリック、え、めっちゃ人数出てない、勝ちました。90連ということでね、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともね、チャンネル登録して別の動画を見てみてください。今日はですね、名所怒涛の性能評価も上げていますので、そちらもどうぞ。であと育成してみてとかいろいろね、またね動画出していくのでよろしくお願いします。ということでラストいきましょう。さあ最後はちょっと弱い、最後弱いんだよな。弱くない弱くないあんのか。最後まで気が抜けねえガチャじゃねえか。ノイズキャンセリングがめっちゃ仕事してて俺の声が入ってなさそう。さあということでありがとうございます。あ、まだだった、ありがとうございます。おほう、コンドルー、すげえネジの引きだったなコンドルチョップ、コンドルなんとか、コンドル猛撃か。あれ声ないね、ありがとうございます。え、虹めっちゃ出てないいやーありがたかった、いつもガチャひりつくんすよ。はい、ということでね、聞くことができました。途中でごめんなさい、安くやったわ、ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録よろしく。それではまた次の動画でお会いしましょう。のっちん TV でした。またな、バイバイ。